マーサー軍はアメリカ合衆国オハイオ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4万814人であり、2000年の4万924人から0.3%減少した。軍庁所在地はセライナ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。マーサー軍はその全体でセライナ小都市圏を構成している。軍名は アメリカ独立戦争の軍人ヒュー・マーサーにちなんで名付けられた。マーサー軍は1820年にダーク軍から分離して設立された。グリーンビル条約に規定された南の土地はその時もダーク軍内にあった。1824年1月2日、マーサー軍を設立する方が成立した。1837年、北のバンワート軍が設立され、この時に 現在のマーサー軍北側協会が確定した。1839年、セライナの町が軍庁所在地として設立された。それまではセントメアリーズに軍庁があった。1848年、グリーンビル条約に規定された線より、南の地域がマーサー軍に追加され、現在の南側協会が確定した。西のオーグレーズ軍が設立されると、 マーサー軍の西側境界は6マイル西に移動されたが、グリーンビル条約に規定された線により、南の地域は例外とされた。このことで、マーサー軍の南東隅には東に鋭く突き出した地域が残った。これによって、現在の軍域が確定した。グランドコセントメアリーズ州立、公園アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は473.42平方マイルであり、このうち陸地462.45平方マイル、水域は10.98平方マイルで、水域率は2.32%である。軍全域の標高差は300フィート足らずである。最高地点は南側軍境にあり、標高は1071フィートである。ここは、 ボバッシュ川の水源に大変近い。最低地点は780フィートである。これはセントメアリーズ川が北側郡境を越える地点である。郡内を流れる川は2つある。ボバッシュ川とセントメアリーズ川である。ボバッシュ川はメキシコ湾まで流れる川の支流である。セントメアリーズ川はエリー湖に流れている。これら2つの川の間にある中小河川は、 場所によって1マイルも離れていないところがある。ビーバークリークビーバークリークは、軍内で最長最大のクリークである。グランドコセントメアリーズからウォバッシュ川までの全長は19.7マイルである。このクリークの始まりは放水路であり、長年多額の費用をかけた訴訟の対象になってきた。ビーバークリーク沿いの農夫たちは1997年にできた放水路のゆえに土地が、 洪水に見舞われると主張している。この放水路は1913年に建設された放水路に代替するものだった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マーサー軍図、マーサー軍は下記15の軍区に分割されている。ありがとうございます。